メイク終わった？今日は公演お休みなので、あ、肩の影響でお休みなので、はい、公演は出てないんですけど、ちょっとすいません、あの声なのかな、あのコンサート終わって治ったと思ったんですけど、めちゃめちゃに治ってなくて、むしろ多分喋りすぎて、久々になんかメンバーと喋ったのが楽しすぎて、喋りすぎてちょっと悪化しちゃいましたでもあの体調は気持ちは元気なので全然大丈夫です。はい、もう今は、体調と、肩ダブルで来ておりますやばいなんかもうなんか顔もちょっとパンパンなんですよね、多分風邪のせいかなおしゃべり会までには多分治ると思います。あ、エミー今からここで行ってくるね、行ってらっしゃい、エミーの分も楽しんできてください。ちょっと離れとこ、ちょっと顔がすっきり見えるように。今日は声に出れてないということもあるので、ちょっと配信してみようかなと。でも公演前には終わるように終わるので、すいません、29分ぐらいには終わろうかな1分前すいません。まあ現地の人はね、もう会場に入らなきゃいけない、会場こう劇場に入らなきゃいけないと思うので、コンサート中辛く、いや、まあ肩はとてもとても痛かったんですけど、プラスその風なのかな、結局なんだったのか、多分風だと思いますって言われたんだけど、風がの方がしんどかったですね。なんか夜公演、あのメールにも書いたと思うんですけど、あの春歌を毎回やらせてもらってるんですけどね、今回みんなその春歌で、今回はあいみょんさん歌うことだったんですけど、なんか歌わりもせっかく最初から歌えるのに、風でなんかもう絶不調でしたカスカスな、もう息が続かなくて、だからとても自分の中では不発なんですけど、なんかでもみんなは良かったって言ってくれる方がいて、あ、その言葉で元気をいただきましたはい、なんなんだろうね、こんなガスガス喋りすぎたね、本当やっぱ。なんかやっぱメンバーに会っちゃうとさ、なんか体調不良っていうか、なんか嬉しくて喋っちゃうし、みんなはコンサート楽しかったですか？
しかったって。こんばんは、こんばんは。いやフレッシュフレッシュ。お昼の方は大人メンバーは途中からだったからあれだったね。少し余裕がありましたのでモニターでずっと見てました。もうリハの時からみんなもうゼーハーゼーハー言ってて、やっぱなんか自分たちのあの博多座したことも思い出したし、まあ西鉄ホール使う前に西鉄ホールでフレッシュコンもやったし、普通のコンサートの間の中であの若手だけ出るあの若手だけの県であのコンサートしたことも回ったこともありますし、なんかその時をとても思い出しました。F24 なんかエミーたちもフレッシュかフレッシュじゃないかよくわかんないこう境目の中なんかやっていく感じとか、とても懐かしいってなった。なんかチラシ配りとかもみんなが来てもらえるようにチラシ配りとかしたのを思い出しましたね。今回はチラシ配りとかは多分やってないよね。でなくて代わりにグッズが出てるのかな。ねえ、そう鳥取、そう鳥取と高知にエミーたちがフレッシュで行ってたのがなんかもう素晴らしいですよね。逆にそれもこうもう一つ普通に全体でのコンサートもやってたから、それ終わりにみんなで深夜のバス乗ってこう移動してたのが懐かしいですね。博多座も博多座も2回できましたからね。そんなことあります？ありません。すごいよ。ユリが当時のエミー君どうなんだろう、どうなんだろうね。まあでも感じはこうちょっとその時のエミーには似てたなと思うね。そんな急にこうドーンと、はい最年長ですけどみたいな、はいベテラン一番上ですけどとか言って戸惑うよね。だからこうみんながセリフ喋ってる時はなんかはぁってなりました。鼻かみすぎて鼻が赤いんですよ、鼻周りが。でもあの鼻の方がね鼻セリフくれたおかげで助かっております。博多座映像化されてないですね。なんかでも3期がなんかフレッシュで頑張りましたみたいな、何かして頑張りましたって時 DVD になるって言いながら全部なってない気がする。まあある意味レアってことでそういうこともあったねっていう思い
ってきますね。あー、お見送りとかもね。確かに。あ、すごく電波悪いみたい。確かに。めっちゃ悪いかも。話せる大抵なんとか。でもあのファンの方に燃えるゴミももらったんですけど、その燃えるゴミはちょっと、急速になくなりましたね。HKT の活動でコンサートが一番楽しい。どうだろう。何が一番楽しいかな。でもわかんない。エミは公演が一番楽しいってやっぱ思っちゃう人間なので、コンサートとかもちろん楽しいですけど、なんか公演の方がやっぱ劇場公演で盛り上がってると、コンサートもまあ全然楽しいんですけど、劇場公演はやっぱみんなで一つになったじゃないけど、こうすごい、なんだろう、劇場公演の方が楽しいって思うかも。こんばんは。こんばんは。私はこの配信を終わった後に夜ご飯を食べようかなと思ってます。まあ優しい。私はエミリーがあれば、まあいればかな、多分全部楽しい。ありがとう。なので早くその公演に出れるように、ちょっともうちょっと反省にしたいと思います。コンサートリハがね意外と続くんですよ。とてもまた次のコンサートも大変そうで、もう1ヶ月に1回おき、まあ毎回コンサートリハしてるから、なんか時過ぎるのめっちゃ早い。やばい、来週にはリハがーとか考えちゃうからかな。あ、はなちゃんの卒業。はなちゃん寂しいね。なんか、全然想像つかなかったかも。まあでもなんか、まあそうね。いや寂しいよ。なんかさ、3人で喋ってる時に、なんだかんだ私たちめっちゃ最初から最後までずっと一緒だよねみたいな話してて、他のまあエルタンとかもそうだけど、 T2 から昇格して、ハナが発表するまでこんなもうずっと一緒にいれると思ってなかったからさ、でも嬉しいかも、一緒にこう最後ね迎えれると思ったら。マリアちゃん、マリアちゃんの、マリアとも、もうマリアともさ、いや私たちこんなに仲良くなれてよかったよねって話してて、もう間違いない、一番間違いないかも。結局やっぱ花とマリアに支えられた部分が私の中ではすごい大きかったか。まあ、同期は同期で違う意味で例えばあったけど、後輩とさやっぱ仲良くなるならない、仲良くなるとかっていうか支え合うとかだけでやっぱ生き方の安心感が違いますからね。寂しいね。その分なんかもうドカーンと面白いってか、花らしいなんか最後っていうかいい思い出が作れるといいな。
やっぱメンバーの卒業は寂しいですね。こんばんは、こんばんは。はなちゃん泣いてたけど男を見せなかった、成長感じた。そうね、確かに。大人ですね。わあ、のんべえさんが熊タワー、熊おにぎり、えみおにぎり大好き、熊ありが、熊ありがとうございます。ありがおにぎり、おにぎり大好き、おにぎり大好き、サバおにぎりが一番大好き。また T2 ね、したいね。でもあの揃わないね。お大手の方、大手アイドルの方が2人いるっていう。T2、 どの時の T2 だったら揃えるんだろう。あ、この前のチャイムのラブソング、よかった。ユミも久々にみんなでせーの言ってなんか嬉しかったわ。お、HKTO ですごい丁寧、福岡市民会館の山下美ちゃんのコンサート生写真コンプしました。さすがです。あ、カニアンさん、エミーさんの載ってる雑誌買いに行こうと思ってます。皆さん、そうです、久々に EX 大衆さんにて、あのお久しぶりグラビアをさせていただきました。やばい、鼻水垂れそうなのにティッシュが見当たらない。お、ポストカード付きで予約して特典付くの宣伝しよう。特典付きますよ皆さん、そっちの方をぜひご購入ご検討お願いします。水着横、ママと一緒だ。ママもね、水着すると怒られるから。まだ気づいてないみたい、今は、今回は、まだ気づいてない。すごい、エミリー5冊予約入れてます。てーば、ありがとうございます。あのね、まだね、もう一つ解禁があるので、もうちょっとお待ちください。
コニータンさん、3階席だったけどエミに近くに来てくれてよかった。あー、エミも良かったです。なんかね、その客席に行けるってこうあからさまに言えないからあれだったけど、そう今回はね、たくさんたくさんっていうか2回ぐらいかな、客席に行けるタイミングとかもあったの、あるのであったのでね。はい。え、待って、時間大丈夫って、もし、え、エミー公園出ませんよ。あ、そっちじゃないかな、心配してくれてるのかな、公演の始まりよって。え、自分のとこは誰も、通路は誰も通る、もしかしてあの行っちゃいけない場所だったかもしれないね。あの行っていい場所と行けない場所があるから、行っていい場所からまあ手振ることにあれになっちゃうんだけど、申し訳ないですね。私から謝らせていただきます、すいません。まあ、久々にパフォーマンスしてる意味見えて嬉しかったって、ありがとうございます。もうね、トレーナーさんとかも裏でさ、すぐ合間あったらこうなんていうかな、あの少しほぐしてくれるんだよね、その痛みとか言って。で、もうすぐほぐしてくれるからなんとかコンサートに立ててるので、いやーすごいっすね、ありがたい。エミリー夜通路側いたからスマホで撮りまして、一眼レフでは撮れない距離でした。もしかしてあのでっけえやつなのかな。東京のライブでカメコデビューします。おー、すごい、俺ちゃんさん。頑張って撮ります。頑張って。ありがとうございます。ひどくなってるっていうか、痛みはやっぱ、まあ、同じような痛みだね。リハ中もね、結局ね、突っ立てていいよって言われるんだけどね、突っ立ることできないんだよね。なんか大人列車とかさ、こうやって動くじゃん。そこでさ、意味一人で突っ立っててさ、その後から横移動するときにこうやってちょこちょこちょこって動くのも自分が恥ずかしいし、多分みんなにそれもなんかちょっと迷惑かけてるなって思っちゃうから、あの踊っちゃうのね、やっぱ反射的に自分は。でもそういうのも極力本当はなしにしなきゃいけないんだけど、体が動いちゃうっていうので結果同じ感じになっちゃうんだけど、まあリハがリハあったらリハリハ、まあ、休みちゃんと取るとか頑張って、あの合間合間ね、安静に数時間は自分の中では作ってるつもりです。高古さん、東京のおしゃべり会今から楽しみだ、ありがとうございます。なんか東京のどこかの部が2個完売しててとっても嬉しかったんですけど、いつの間にかに嬉しい。いやー、もう4月のねやつ終わっちゃったら、オンライン以外はもう一緒におしゃべりできる、一対一でできるタイミングが多分次いつあるのか分かんないんですけどね、一旦ね多分なくなっちゃうと思うので、4月あの楽しみましょう、いっぱいおしゃべりしましょう。
あのパジャマ買いました。もうパジャマ買いたくないってぐらい高かった。で、この間のやつはあの安い方だったんで大丈夫だったんですけど、さすがに同じとこだとあれかなと思って違うとこで買ったんだけど、うん、高い。あ、みんな、そしてあの TikTok にその2日間のコーデ、まあ2コーデずつしかないんですけど、編集して動画を上げたので、ぜひ TikTok 見てください。エミーのこれから少しずつあの更新できるように頑張って今貯めて、こう頑張って編集してるので、あのぜひ TikTok 見てください。新しいパジャマ、そう、4月は新しいパジャマです。一緒じゃないですよ、どちらとも。お、27分だ。ユミの携帯26だけど、一旦、え、待って、大家さんオンラインも完売出て、嘘、嬉しい嬉しい、はい、ということで、あのちょっと焦ってます。先にランキングだけ喋ります。13位ジムさん、12位あさみさん、11位としっきさん、10位ソフトテニスさん、9位けいせいさん、ティーツ大好きさん、8位たいすけさん、7位たかふるさん、6位はまこーばーさん、5位かめちゃんさん、4位いちえいさん、3位はんすけさん、2位とぶまるさん、1位のんべーさん、ありがとうございます。なのでちょっと皆さん TikTok をどうにかあのいっぱい再生回数伸びるように皆さん拡散お願いします。そしていっぱい見てください。でまた配信できるようにしますので、その時は見に来てね。じゃあみんな、バイバイ。